さあ、どねさん、こんにちは。こんにちは。今日は、ナビの紹介です。紹介です。まあ、ナビってね、いろいろあるんだよ。まあ、一番パッと出てくるのは、なんだろう、サイバーナビとか。そうっすね。サイバーナビ、楽ナビ、最速ナビ。ね、これが、まあ、今日紹介するのは最速ナビ。MDV-Z702。MDV-Z702?、はい、カンペがね。はい、カンペがあるんで。で、まあ、最速っていうだけあってさ、ほら。ね、鮮やかに速いみたいな。はい。鮮やかに速いでも。本当かよってね。でもオートバックスに買いに行ったんだよ。あ、まあこれまあだいぶ前に買ったんだけど、このジムに買った時にね。はい。で何買おうか、もうサイバーナビ買う気満々で俺行ったんだよ。でもさ、なんかいろいろあったんだよ。こうディスプレイってなんていうの、ほら、ディスプレイラックにバーっていっぱい入ってるやん。はい、そうっすね。触っとったんだけど、そのなんかサイバーナビなんかね、飽きちゃった。ああ。パターンが同じなんで、なんかなんかこういう感じねーみたいな。ああ。だけどまあいろいろ触ってて、まあしっくりこないね、どれも。こうやってできるやつもあったけど、なんか動き悪いし。なんか微妙だなと思って、その音にフッと触ったら、この最速ナビで、おと思って、で、まずこの音、これなんかグランツーリスの音じゃん。グランツー、なんかこれがなんか妙に愛着湧いちゃって、もうグランツーの音するやんと思って、これさ、フォン、そうで、これで、でもケンウッドじゃんと思って、ケンウッドどうなんよみたいな、ケンウッドって俺いい試しがねえもんなと思いながら、スピーカーもやっぱ良くないし、ケンウッド、その車に対してはね、やっぱカロッツェとかなんか上だから、上って結果音がいい、やっぱりどうもなんかこうね、かゆいとこに手が届かないものが多いケンウッドって、だからこれ買ったんだよ、とりあえずね。だから買ったのおかしいけど、とりあえず何が良かったかね。まずまあちょっとナビ見てください、こちら。まずこれね、ナビあるんですけども、これスマホみたいやんって、これスマホっすね、はい、まあね、もう何これスマホみたいって、で画面が光沢やんこれ、はい、なんかすごいいいと思って、まあ、地図見てもらうと分かるんだけど、こういう動きができる、こういうすごいスムーズっすよね。そう、すんごいスムーズ。あ、海行っちゃった、あら海行っちゃった、行き上がってる。まあこんな感じでね、ちょっとやってみてもらう。おお、スマホみたいじゃない、やばいっすね、使いやすいっす。そうパパッと見れるっすよね。だから例えばね、あ、名古屋とかでピピ、名古屋どこだ、携帯が、あ、この辺、この辺か、なれみとか、まあこの辺、こうやって ね、こうやって触りやすいんだよ、とりあえず。でナビがね、なんかディスプレイして比べるとやっぱりものすごく綺麗に見えた。あ、色が濃くてやっぱ光沢があるからかね、画面にすごいいいなと思って。ただナビはカロッツェリアのあのナビとデータは一緒なんだよ、表示が違うだけでね。だから中身はまあ地図は同じなんだよ、基本的には。ただそう、この見た目が違う話で、でも全然俺、まあ、地図なんかそんな見た目どうでもいいんだよ、正直ね。やっぱ車で使うって地図じゃなくて音楽聴くじゃん。そうですね。で、まあ、今こっちの画面でこれ目的地がいろいろ住所できるんだけど、でこれがホーム画面ね、はい。でこのホーム画面でこの右上ここピッてやると、ソース切り替え、そう、まあ一応 USB がね、今グローボックス入ってるんだけども、まあ USB とかも使えるし、つなげばね、こうやって。で、iPod もそのまま使えるっていう状態。で、まあ、ここの下で、まあ、ちょっと番号で書かれてる。電話帳もね、電話帳も出せる。で、ここで明るさ調整とか。音量調整。で、まあ、こっち今度行くと、まあ、こういうふうにメニュー項目あるわけよ。で、なんか、エコレシオ。エコレシオとかなんかちょっとよくわからんもんがあるけど、これ。これ、クワクなんだ、乗ってない人、これ。2月8乗ってないかな、エンジンだけかけた日、まあこんな感じで、なんかこの辺、あ、こ多分この日は多分黒缶やってるけどね、これ。あ、ここら辺は多分黒缶しにいってるかってね、この辺はもうなんか分かりやすいね、これ。そうですね、もう下がっ、この辺もうこれなんかもうもろ黒缶いたね、ここ。まあこんな感じでね、見れるわけよ。なるほど。で、まあでもこの辺なんかそんな、でも急ブレーキとかするとなんか出るからね、まあこの辺はまあいいんだけど、あとナビの設定ね、まあこれはどんなナビでもあるね、文字の大きさ、そうそうそう、まあセルナビの設定画面だね、こういう感じでなってて、でまあ案内の、まあ、声の動向とか合流の音声出力とかで、あとこの近道とか信号の少ない道優先とか、まあこの辺も別にどんなナビでもついてるね、そんなに難しくないし。で、あと何がすごい、サウンド、今これサウンドの設定画面、リスニング設定、まあこの辺はあれだよね、この
知ってるレスリングポジションだから、右前の座席行った時に、はい、ここで一番聞くようにこのタイムアライメント、この左からこっちに届くまでの距離があるじゃん、はい、それを最適化してるんだよね多分これで。であとイコライザー、これがまたすごいよね。すごいですよね。普通ってこうやってやらん？あります、あります。僕のもそんな感じですね。こうやってやるでしょ。そうだとボンってたし、これだとこういう風にできる。これすごいよね。これこういう、これすごいよね。やばいっす。まあこういう、設定しやすいっすね。そう感じで、だとバランス、まあこれは左右前後で、これはあのほらエコーみたいになってたやつ、俺嫌いなんだこれ。基本オフ、オフっすね。これ嫌いなんだこのエコーみたいなやつはね。であとこの、まあ、ミュージックバスブースト、まあ、低音強調、ミュージックラウドネス、なんか音、音圧が増すねこれやると。でこれはね俺よくわかんないんだ。で内蔵アンプ、これ出してオフにするとウハしかならんから、あの内蔵のアンプがオフになるから。で K2 テクノロジー、これ最近今時のオーディオよく K2 テクノロジーって出てくるやつね。でリアライザー、サウンドライザ ー、まあこの辺も。で一応このナビハイレゾン源対応だから音がすごい綺麗。まあハイレゾってまあ何かというと、まあ詳しいこと言うとちょっと長くなるんだけども、まあテレビで言うと 4K みたいなもんだよね。なるほど。そう 4K みたいな感じ、このちっちゃい画面だからほら4倍の画質量、そんな感じなんだけど、ね、まあこれ車両タイプワンボックスじゃねえし、これコンパクト K だね。まあこんな感じで、でスピーカーの取り付け位置がこのダッシュボードの下とかさ、何下なのこれ、ドアの上とかさ下とか、なんかこんなのでスピーカーの K がなんとかでツイーターがあるかないかで、クロスオーバーも設定できる。おお、なんていうの、クロスオーバーって例えば高音をカットするとか、まあ、この辺も言い出すとちょっとキリがないです。もうね説明が難しい。これは俺もねあんまり詳しく分かってないから、なんて言えばいいのかな、例えばウーハーで例えたら、なんていうんだろう、ローパスハイパスってあるじゃん、はい、ローパスとかもハイパスもその名前のままローパスするかハイパスするか、まあ、そういう感じね、まあ、サブウーハーのレベルね。これアンプ内蔵じゃない、じゃあ別体でアンプつけた場合の出力設定で、そのアンプをつけるための赤白キーの RCA ケーブルがセットじゃない、別売りなんです、ね、別売りなんだよ。それを買わないとつけれないんだよね。であと各個別にボリューム調整ができるっていう感じです。でどこまでいった、次システムで、一応 SD ナビなんだけども、曲を入れれるんだよ、ここに入れれるんだけど、このね曲データがものすごく少ないみたい。ネットで通信するんだけど少ないみたい。ここに名前が表示されなかったり、だから俺はここに入れずに、あの SD に MP3 入れて、そうこっちに移して聞いてる。だから画像も出るし、そうするとそういう風に使ってるんだけど、ただなんかパソコンある人とかだったらこのナビの方が使い勝手いいかも。なるほど。そうサイバーナビとかなんかいいって思う人は多分そのままここに曲取り込みたい人がいいかなと思う。使い分けだよね。あと Wi-Fi も一応ついてるからね。はい。で、Bluetooth じゃねえや。あ、Bluetooth つなげてると天気予報も確認できる。3時間の週間天気予報。これは便利ね。俺ギアで気にするから、ああ、雨降るねとかこうやって。で、カレンダー。まあ、何気に便利なんだよね。そう。まあ、ざっくりこんな感じで紹介したんですけども、どう？いや僕今純正ナビなんで欲しいと思いました。欲しいで、はい、でこれ逆反りするんだって、これ逆反り逆反りするんだって、これこのナビだけで、これ角度ゼロで1番2番3番4番5番でフルオープンで、この中に、まあ、ここに CD が入るね。 CD SD カードで、 でこっちにまあ対応してるものね書いてあるね。でこの左側にまあ、ハイレゾン源の K2 テクノロジー対応してますよっていうことで、なんだこの角度5ですね。まあこういう感じで、なるほど、綺麗じゃない見た目、綺麗です。このそう明るさに応じてバッコライトある、この画面の調光自動でしてくれる、なるかな、ほら分かる、今明るくなったっすね。で暗くなると勝手に暗くなる、おっていう風になってる。だからなんかナビ見とってさ眩しいと思うじゃん、はい、あれがない。スマホと同じよね。スマホもそうじゃない。そうですね、設定しとけば自動しとけば外出れば明るくなるし、暗くなればね、そうですね、暗くなるしっていうのと同じです。まあ
使いやすいね、このナビは。まあ、あと、はい、まあ、SD ナビだから、早い。読み込みが早い。リルートも早い。サイバーナビだと、やっぱり、ハードディスク使ってる面、やっぱり、ちょっと遅い。パソコンでも良そうじゃん。HDD より SSD とかね。そうですね。の方が早いじゃん。まあ、それと同じで、やっぱり、もう時代は SD かなっていう。まあ、誰がおすすめかというと、スマホとかパソコンが好きな人は、このナビおすすめですね。じゃない？そうですね。あと面白くないか。スマホ触ってみたい。若い子狙いだね、これ。はい。面白いです。面白い。時代に乗っ取ったナビって感じだね、これ。そうですね。で、サイバーナビとかやっぱいいよって人は、やっぱり、まあ、またちょっと年齢層が違ったりするかも。音もね、俺、ぶっちゃけね、悪くないと思う、これ。ね、音いいですよね。みんなさ、サイバーナビの方が音いいっていう認識だと思うけど、全然もう今ね、負けとらんよ、ケンと。やりだしたね、やっぱ。やっぱケンともね、やらんとね、食ってけんでね。そうですね。従業員かかっとるでね、これはなんとかせなあかんって、ね。頑張ったと思う、このナビは。で、俺の中で、ケンとのダメってのがなくなった。でもやっぱりスピーカーはダメ。あ、そう、今ね、ここスピーカーついてんだけど、ここに。ダメ。ダメ。スピーカーはダメ。本当にいらない。そうそう。なんかね、ダメなんだよ。痒いところに手が届かない。っていう感じで、まあ、こんな感じでナビ紹介しましたけども、はい。最初ね、ちょっと微妙、半仕上げだったんで、うわ、なんかまあ、でも安いからいいやと思って。で、これオートバックスで9万8000円かなんかで買ったの。で、ネットだともうちょっと安い。7万円台ぐらいかな。安くない ?7 万円台で。そうっすね、こんだけの金額。サイバーのさ、20万、30万出すんだったら、俺これでいい。だってその30万円のナビを買ったところで20万円の20万ナビ買うじゃん、はい、20万円分も使う？使わないです。使わないでしょ。だから、まあ、音楽聴けて、綺麗な音で音聴けて、ナビが使えれば俺はそれで十分。あと地デジ見れれば、あ、地デジも綺麗だもん、これ見るとやっぱ画面が綺麗だから。そう、だから全然気にならない。なるほど、うん、と思う。だってそんないいナビつけたって何するの？ナビと音楽だけ。すごい。スカウターとかもあるじゃん、はい、何すんの？あれスカウター見たことあるけど別にって感じ。別にって感じ。まあ、なんかちょっと珍しいものついてるなぐらいな感じしかないから。いや、まあこういうシンプルなのが一番使いやすいと思う。そうですね。そう。でも一昔前だったらやっぱサイバーナビの方がいい。なんで、まあ、次回は、まあ、あと音が気になるよね。やっぱナビで一番何ですかって音楽聞くと思うんで、ね、まあ、その音がどういう感じか、とイコライザーの設定の仕方、みんながね意外と聞いてくるんでね、イコライザーってどうやって設定するんですかっていう。まあ、あくまで俺の解釈なんで。まあ、その設定にも個人差があるっすよね。まあ、まあ、あと聞く音にもよるし、その、人によって考え方が違うから、味と、オーディオってのは 味と一緒だから。好みですね。そう、好みだから、なんとも言えないからね。じゃあ皆さん今日はこの辺で。さよなら。さよなら。So I said no, 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 it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling.No, it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute!